どうもくまけ音楽チャンネルです。本日はこちらの曲をやっていきます。リクエストいただきありがとうございます。まず登場コードはこのようになっております。非常にね少ない登場コードになっておりますが、注意点としては Bm7 っていうこのコードですね。これ何かっていうとですね、 Bm のバレーコードじゃないバージョンみたいな風に捉えていただくといいかなと思います。まあ、Bm のバレーコード、これ人差し指でね全部押さえるようなそんなコードなんですけれども、まあ比較的この Bm7 の方が初心者の方には優しいかなと思ってこれをチョイスしています。両方できても Bm7 使ったりします。この響きが好きなのでね、なので覚えて損はないかなと思います。ということで以上が登場コード。そして右手の話をしていきます。この曲はアルペジオっていうのがまず合うかなって思います。どうやってアルペジオしてるかっていうとこれです。はい、これ何やってんのかっていうとですね、各コードによって親指が弾く場所が変わります。 Bm7 だったら5弦、 G だったら6弦、 A だったら5弦、 D だったら4弦。これを覚えておけば、まあ、この曲に関してはいいですね。で、親指は4、5、6のどれか、人差し指が3弦、下から数えて1、2、3弦です。はい、そして中指が2弦、そして、薬指が1弦で順番に弾いてます。どの順番かっていうとこれです。タタタタ、そしてポンっていう風にしています。はい、タタタタポン、タタタタポン、タタタタタ、このタイミングでやってるってことですね。つまり弾いた後にポンってしているってことですね。でちなみにこれピック使ってもできます。ピック持ってる場合は、じゃあこれピックだとして、はい、はい、これ1本ずつピックでさっき弾く予定だったものを全部ピックで弾いてるっていうことですね。ポンっていうのもできますよね。で、アルペジオ以外にもストロークでやるのもおすすめです。その場合はこうなります。はい、これどういうことかっていうと、ターンターンツッタ、ターンターンツッタ、ターンターンツッタっていう風にやっています。あとはこれもいいですね。これはまあ、どちらか好きな方を選んでいただくといいかなと思います。でお手本弾きでやっているミュートもちょっとだけ説明しておきます。右手の腹で触れながら弾くことによってっていう音が出せます。こういう状態ですね、触れるだけで弾いてるっていう状態ですね。触れないとこうなります。触れると、右手のここでね、ここで触れてます。ただ難しいので別に真似しなくていいです。あと素早いコードチェンジのところ、これこの曲の場合は Da7 っていうところですね。 Da7、 この時はストロークの場合はターンツーカターンツーカっていう風にやっています。でアルペジオの場合、この Da7 のところどうやるかっていうと、こういう風にやってます。タンタララタンタララっていうことですね。で今トンってやりましたけど、トンはしないです。その後すぐ Bm7 が来るので、だから通すと Bm7、G、A7 で、タッタタタタタタタ、Bm7 っていう風になる。この繰り返しっていうことですね。まずはゆっくりやるといいです。みたいな感じでね。ということで皆さんのギター上達心から応援しています。最後にお手本弾きご覧ください。どうぞ。流したテレビの音、溜めてしまった洗濯物は今日こそ晴れ、でもあえて外には出ないでよ、映えないスナックとアルコールで乾杯をしよう。なりすいままいも噛み合わないとしてもお互い理想うように少しずらしてみようよ。君がくれた太陽、月で隠れないよ。輝きたい山のように歌うメロディ、戯れるストーリー Falling Day、 愛してるも通り越して、似たもの同士こうして年をいるまで笑っていたいね。君がいなきゃ Lonely Lonely Day、 夢の中起こすからモーニングコールで I'll protect you my
ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。